今回は徳島ヴォルティスから清水エスパルスで完全移籍した岸本武尊選手の素晴らしさを伝えたいんじゃということで、24歳のまだまだ若い選手ですよね。非常にもうキャリアも長いんですけれども、なんといっても超攻撃的サイドバック、めちゃくちゃ点が取れる選手ですよね。右サイドバックを主に主戦場に戦ってきたんですけれども、本当に点が取れる、ゴールを取れる選手ですよね。昨シーズンの徳島の顔といっても過言じゃないんじゃないでしょうか。サイドバックながら5得点を挙げておりまして、下位クラブ10位以下のクラブでベスト11を個人的に選出させていただいたんですけれども、そこにも選出させていただきました。概要欄に動画貼っておくのでぜひご覧ください。本当に惜しかったですよね。もう残留まで徳島あと一歩というところまで迫ったんですけれども、岸本選手自身は J1 清水へ完全移籍するということで、個人残留という形になりました。清水はね、エウシーニョ選手の対談もあり、攻撃的サイドバックの岸本選手を補強ということで、ここまで攻撃的って言ってるんですけども、実はもともとフォワードの選手なんですよね。そんな岸本選手のキャリアをまず振り返っていきましょう。1997年7月16日生まれの24歳ということで、セレッソのユース出身なんですよね。セレッソ大阪アンダー18、そこからトップチームに2016年に昇格するんですけれども、この頃からね、もともとフォワードの選手として活躍していました。トップチームでの出場はないんですけれども、カップ戦に3試合だけ出場しています。ただね、当時セレッソ大阪は U23 というクラブが J3 に参戦していましたので、J3 での出場っていうものがありまして、2年間で15得点を挙げている、しっかり結果も残している選手なんですよね。2018年には育成型期限付き席でミッドホーリーホックに加入ということで、そして2019年は同じく J2 の育成型期限付き移籍という形で徳島ヴォルティスに移籍、そして半年後にはその徳島に完全移籍という形で加わることになります。ここでね、リカルド・ロドリゲス監督の出会いがあるんですけれども、徳島でもね、最初はフォワードとして活躍していました。しかしこのリカルド監督のもと、徐々にサイドバックにコンバートされる機会が増え、この辺りから超攻撃的サイドバック岸本武尊選手が誕生したわけなんですけど、2020年のね J2 優勝にも大きく貢献しまして、2021年 J1 の舞台で、自身初の J1 になったんですけれども、副キャプテンを務め、まさにチームの中心として活躍していました。そして2022年今シーズンから清水エスパルスに加入することになってます。ここから本題、岸本武尊選手の魅力4選ということで、今回も誠に勝手ながら2021シーズン徳島の試合全試合フルタイムで見ました。僕が岸本選手の好きな部分、すごいなと思うプレーを4つ挙げさせていただきました。まず1つ目、アシスト量産、早くて巻いたクロスということで、本当にキック精度が高い選手ですよね。右利きの選手なんで、右サイドから本当にいいボールが上がってくるんですけれども、早くてカーブのかかった巻いたボールを上げてきますので、キーパーから離れていくようなボールを蹴るんですよね。キーパーが触れるのか出るべきなのか、ディフェンスが触るのかどっちかわからないみたいなボールを上げるのが本当にうまいんですけれども、柿田選手のように身長の高い選手がいるときにはもうピンポイントで頭に合わせますし、そうでなくても低くて速いグラウンダーのクロスを蹴りますから、相手のディフェンスの足に当たってオンゴールを誘発するなんていうシーンもいっぱいありましたね。ディフェンスやゴールキーパーからしたら本当にもうどっちがさればがいいのかわからない難しいボール蹴ってきますから、本当に嫌ですよね。このプレー注目してほしいのが後半アディショナルタイムなんですよ。ここでインターセプトして出さない、この体力も素晴らしいですよね。そしてここでこの正確なクロス、ピンポイントですからね。これもね、89分なんですよ、セレッソ戦フルス対決、このクロスにオンゴール誘発、これもちょっとアーリー気味なんですけれども、この巻いたボールね、相手はねオンゴールなんですよ。これもねピンポイントでニアで合わせてきますから。2つ目、誰より早い反応、こぼれ球を狙ってますということで、元フォワードの選手ということもあって、得点感覚っていうのが本当に非常に素晴らしいなって思います。ゴールキーパーが弾いたところしっかり狙ってますし、ゴール前に顔を出してしっかり押し込むっていうところなんですけれども、サイドバックの選手がゴール前にいるっていうそのポジショニングが素晴らしいと思うんですけど、あと岸本選手ヘディングが非常に強い選手でして、セットプレーの時毎回上がっていくんですけれども、そのセットプレーの時のこぼれ球もね、もう誰よりいち早く反応して押し込みますから、そういう形で押し込んでゴールを奪ったっていうシーンも多く見られましたね。昨シーズン残留争い直接対決ですよね。シュートも素晴らしいんですけども、しっかりこぼれ球を押し込みます。2本引っ張られて押し込みますから。これ J2 の場面なんですけれども、川田選手のミドルシュートね、これこぼれたところ、このハーフボレーでしっかり押し込みます。これね、面白かったんですよ。3回ぐらい連続でコーナーあって、全部岸本選手に合わせたんですけれども、3度目の正直しっかり押し込みました。3つ目、タイミング抜群、絶妙な攻撃参加ということで、攻撃的サイドバックと言われる一番のゆえんがここにあるんじゃないかなと思うんですけれども、駆け上がるタイミングが絶妙ですよね。スルスルスルっとゴール前に上がっていて点が取れる、味方を追い越すオーバーラップであったり、あるいは斜めの動きでゴール前に顔を出す、ダイナゴルランでそのままゴールに直結してしまうプレーみたいな
いなところもできますよね。まあ、チームのサッカーのスタイルにもよると思うんですけれども、まあ、基本サイドにタッチラインに張っていることが多いんですけれども、まあ、中に入ってくるプレーもできますから、まあ、ディフェンスとしては非常にうまくつきにくいですよね。最終ラインとの駆け引きも非常に上手ですし、徳島にはね、岩尾選手のようなボール蹴れる選手いましたから、裏に抜け出してゴールに直結なんてプレーも多く見られましたね。これは徳島のシーズンベストゴールと言ってもいいんじゃないでしょうかね。これオーバーラップしての岸本選手なんですけれども、ここで柿田選手が溜めてでサイドで、このパス素晴らしいですよね。中入っていってこのシュートですから、これは開幕戦ですよね。この絶妙なタイミング、裏取るの前ですよね。でここでこぼれたところしっかり押し込みます。4つ目、ラスト、ブレ球切れます、無回転ミドルシュートということで、まあ、キックの精度が非常に高いというのも一番でも説明したと思うんですけれども、まあ、そのキックの質ですよね。まあ、カーブのかかった巻いたボールだけじゃなくて、こう無回転のブレ球切れるんですよね。もうゴールキーパーからしたらもう弾き出すしかないようなボールっていうのを蹴れますから、まあ、ゴール前に顔を出して自分で点も取れて、まあ、遠い位置からミドルシュートって決めることもできるって、もうこれ最強ですよね。これ最終節勝てなかったんですけれども、これ内側にいるの岸本選手ですね。こぼれたところ、このインサイドでミドルシュート、これ広島戦ですね。この強烈なシュート、これね、この角度から見てほしいんですけれども、ブレてますよね、無回転で。ここまで岸本武選手の魅力4選ということで紹介してきたんですけど、いかがでしょうか。まあ、攻撃のプレーをね紹介してきたんですけれども、まあ、ディフェンスもしっかりできますから、高い位置取れるサイドバックの選手って相手のサイドハーフのポジションを下げることもできるんで、まあ、カウンターをなかなか食らわないですよね。まあ、攻撃は最大の防御じゃないですけれども、まあ、またアグレッシブなプレーしますけど、まあ、シーズン通して稼働しますから、そのスタミナっていうのも評価されるべきですよね。まあ、昨シーズンにはなかったオプション選択っていうのを清水エスパルスにもたらしてくれる選手になると思いますので、岸本選手の活躍期待です。